皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。これまで高校野球 .com ではネクスト球児と題して多くの中学球児を取材させていただきましたが、現在の高校2年生の選手たちも多くの選手を取材させていただきました。今回はその中でも特に期待通りの活躍を見せている選手たちを中学時代の映像とともに紹介させていただきたいと思います。まず今回は投手編です。各校で主力として奮闘している22名の投手をピックアップして紹介していきたいと思います。まず最初にドラフト候補にも名前が挙がる6人の投手を紹介していきまして、その後に残りの16名の選手も紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきたいと思います。桜シニア時代からエースとして活躍していた新井大投手。八戸学院光星でも1年春からマウンドに立ち、すでに2度甲子園に出場しています。元プロ野球選手の新井大達也さんを父に持ち、最速はなんと147キロ。ラストシーズンでどこまで成長するのか期待です。日光市立落合中学校から144キロの直球を投げ込んでいて、軟式野球の剛腕として名を鳴らした小川投手。高校入学後は怪我もあり、思うような投球ができずにいましたが、見事復活して秋季大会は明治神宮大会準優勝に貢献。147キロまで伸びた速球も夏までにどこまで成長するか注目です。夏の甲子園優勝で大きく名を挙げた小宅投手。剣王宇都宮ボーイズ時代は強肩強打の遊撃手として注目されていましたが、投手として大きく成長し、ドラフト候補にも名前が挙がる存在となりました。秋季大会は惜しくも県大会で敗れましたが、春にどこまでの成長を見せるのか注目です。6月の練習試合では154キロをマークして、秋季大会ではどの試合でも140キロ後半を記録している、まさにパワーピッチャーといえる平島投手。稲城シニア時代からボリューム満点の投球を見せており、2024年はドラフト上位候補と呼べる存在になるか注目です。沖縄美東中時代には148キロを記録したことで注目された塚山投手。秋季大会は不調で県大会で敗れましたが、投手として進化を続けており、ドラフト候補であることは変わりません。怪我が回復し、どんな投球を見せてくれるのか注目したいと思います。高校入学直後から背番号1を背負い、マウンドに上り続けてきた高尾投手。飯塚ボーイズ時代に140キロを記録した直球はなんと147キロまで伸び、秋季中国大会でも優勝を果たして選抜甲子園出場はほぼ確実の状況です。3度目の甲子園でどんな投球を見せるのかとても楽しみです。それではここからは各校の主力として活躍している16名の選手を紹介していきたいと思います。どの投手も
名門校を引っ張っている選手ばかりです。それでは見ていきましょう。
ということで、今回は高校球界を引っ張っている選手たち投手編をお送りしました。次回は野手編をお送りしたいと思います。野手編の方も高校球界を代表する選手たちばかりですので、次回もぜひご覧ください。高校野球 .com YouTube チャンネルでは、中学高校球児の皆さんにとって日々の活力となる動画を配信しております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって大切なことは実践と継続だと思っています。ライバルの状況や最新の理論、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって、日々の練習のモチベーションにしていただきたいと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。